Hey, what's up, everybody? Hey, this is Yamato Sports Channel. はい、皆さん、こんにちは。アイ・ヤマトです。実はですね、私、今、スノーボードワールドカップでスイスに来ております。オーストリア、スイスと帯同して、今日は最終日で、チューリヒの空港の周辺にいます。せっかくなんでね、ヨーロッパのスキー場について、ちょっとお話していきたいな、っていうふうに思います。皆さん、一度はですね、ぜひヨーロッパのスキー、もしくはアメリカですね、リゾートのスキー場に行ってみましょう。まあ今日はですね、何が違うか、日本とどう違うかについて、ちょっと今日は説明していきたいと思います。ではですね、ヨーロッパのスキー場、私、クリシバークと、そしてラークスというスキー場に来ました。特にラークスはですね、スイス、まあヨーロッパの中でもトップナンバー3、まあトップ1ぐらいに入るもうリゾートスキーエリアになります。で、日本のスキー場って大体ですね、5000円から6000円ぐらいかな、1日券っていうのになってくるんですけども、ラークスのスキーリゾートになると、まあ、約1万円、そして時期によっては1万3000円、ちょっと値段変わってきます。そしてですね、ラークスの場合、まあ、IC カードも使っているので、プライオリティパスみたいに優先レーンっていうのはあります。ブルーラインっていうんですけども、それをまあ、ちょっと上乗せして、金額を買うと、ブルーレーンに入ることができ、並ばずにスキー場の上まで行けるっていう風な、お得なチケットも売っております。今回はですね、まあ、コロナもあって、あまり人が来ていないんですけど、それでもですね、やっぱりアウトドアのってのは今、世界中でやっぱり魅力になっております。特にですね、スイス、オーストリアもそうなんですけども、コロナでロックダウンをして、飲食店とか全てアウトになってるんですけども、屋外のスポーツっていうのは基本的にオープンになっております。なんで、スキー場もオープンになっているので、たくさんの方もこの状況下でも来ております。もちろんマスクとスペースと、まあいろいろと規則があるんですが、それでも皆さん楽しんでおりました。で、ちょっと話を戻しましょう。まあ、ヨーロッパのスキーですよね。何が大きな一番違いかといったら、スキー場もそうなんですけど、スキー場の下の街ですよね。レストランだったり、ホテルだったりっていうのは、本当にもう星5つだったり4つだったりっていうのは、本当に高級なリゾート地です。で、一泊本当それこそ高いとかだと3万から5万とかまでする、高いホテルもあれば10万とかするホテルもある、もう本当に高級なホテルが多数あります。違いとしては、まあ、レストラン、ロッジ、皆さん思い描くと思いますけども、カフェがすごいおしゃれになってるんですよね。いろんな場所おしゃれになって、コーヒーと、まあ、クロワッサン、パンを買うだけでも、大体日本にしたら1500円とか、出したらもう1個ちょっとサンドイッチ頼もうとしたら、2000円いきたいとか、結構やっぱり値段は張ります。で、ラックスなんですけども、ベースが一番下は1300かながあって、トップは3000まで移動できます。一番大きなゴンドラ。ゴンドラってロープウェイですよね、日本だったら。30人ぐらい入って、それを上まで行きます。で、もう一個乗り継ぐと3000メーターまで乗り継ぐことができて、非常に、まあ、快適に過ごすことができるっていうのはラックスのスキー場です。で、一番の魅力はギャラクシーっていうゴンドラ。まあ、ロープウェイの一番のベースになっているところなんです。これ、ホステルになって泊まれるんでしょうね。今は泊まれないんですけども、そこで泊まるともう本当にギャラクシーっていう名前で、もう夜空が本当に綺麗な、星空がすごい綺麗なところで、まあ、夜景も素晴らしいところですごい一個の観光地となっております。ラークスなんですけども、そんなにたくさん大きな雪は降らないんですけども、たまにですね、やっぱりパウダー、まあ50センチ、60センチような降るようなレベルです。僕らいた時は、まあ、マックスで30センチかな。まあ、本当に、一晩で一気に降って、軽い、ほんと上質な雪質です。で、シャドウがですね、そこまできつくないので、クルージングしながらゆっくり楽しんだり、パウダーも少しずつパパパって楽しむような感じで、どっちかといったら、激しいエクストリームっていうよりも、クルージングしながら楽しむっていう、スキーリゾート、まあ、冬景色を楽しむような、いい街です。なので、僕が滑ってみて思ったのは、まあ、4、50とかちょっと仕事が落ち着いて、リタイアする時になった時に、ゆっくり来て、クルージングしながら、嫁と一緒にですね、ゆっくり、滑りたいなっていうような街です。ぜひですね、皆さん、人生短いですが、生きるチャンスがあったら、ぜひ、ラークスの方に一回行ってみたらどうでしょうか。ではまた、お楽しみに。